けれども、法律上もう神奈川県がやらなくちゃいけないというふうに決まっている仕事が相当数役割があります。でこれはもう法律上やらなくちゃいけない義務です。まあ、一番わかりやすいのは警察関係の業務ですけれども、でそれとは別に原則的には神奈川県がやりましょうよと、でも別に絶対ではないですよと、国や川崎市はやってもいいんですよと、そういう仕事業務も県には相当あります。で神奈川県がやってる仕事って数え方にもよるんですが、予算書ベースで言いますと神奈川県がやってる仕事ちょうど1000ぐらいあるんですね。大きいのから小さいのまで。大きいのはもう一般的なのは県立高校の運営だったりとか警察庁の運営だったり、こういう、まあ、単体ですごく分かりやすい一つの事業もありますし、まあ、中には何十万円何百万円の単位の事業もあるんですが、まあ、全部で約1000、あります。でもちろん県会議員の立場としてはこの1000の事業すべてしっかり掌握をして、そこに問題がないとか不正がないのかとか非効率なものがないのとか無駄がないのかとかしっかり目を光らせて、まあ、県政の発展に貢献をしなくてはいけないんで、まあ、この約1000の事業は私なりに県会議員としてしっかりこれまでの間見つめてきたつもりでございます。もう一つ法律上これ県会議員は神奈川県内33市町村ありますけれども権限は全く同等なんですね。ですから麻生区の県会議員だから別に麻生区の県の事業にとって特別な権利があるわけでもありません。で一方で逆に、例えば小田原ですとか箱根町でやる県の事業に対して麻生区の県会議員である私は他の地域の県会議員と同等の権限がありますんで、まあ、本来なら全て約1000の事業をしっかり見つめて行かなくちゃいけないのが、まあ、これ県会議員の仕事だと思います。でこれが、まあ、基本となる県の県会議員としての役割だと思いますが、まあ、その上で私は麻生区選出の県会議員としては麻生区はですねもちろんいろいろな課題あるんですが少なくともですね統計データに出てくる数字だけ全部広げば麻生区が豊かでないなんてことは絶対ないんですね。どう見ても相当豊か